クラレンス・ディケーター・ハウは、カナダ自由党を代表する強力な閣僚である。カナダ首相、ウィリアム・ライアン・マッケン・ジー・キングとルイ・サン・ローランの内閣で1935年から1957年の22年間を連続して閣僚として務めた。カナダ経済を農業基盤のものから工業基盤のものに変換させた功績者とされている。第二次世界大戦の時、 戦争遂行への関わり方が広範なものだったので、全時効大臣というあだ名をもらった。アメリカ合衆国マサチューセッツ州に生まれ、若い時に、ダルハウジー大学で教授、カナダ政府のために技師として働いた後、自分の会社を立ち上げ、裕福なものとなった。1935年、当時野党になっていたカナダ自由党党首、 マッケンジー・キングから誘われてカナダ会院議員候補者となった。その選挙で自由党が対象し、ハウも議員になった。マッケンジー・キングはハウを閣僚に指名した。その地位にあって、カナダ放送協会やトランスカナダ航空など多くの新事業設立に関わった。1939年に第二次世界大戦が始まると、カナダの戦争遂行のために重要な役割を演じ、 戦時事業に当たらせるために多くの会社重役を採用した。ハウは自分の提案に対して必要な議会における議論には忍耐がなかったのであまり友人ができなかった。野党からはその先制者的な行動を非難されることが多かった。自由党政権が20年間を超えた時、自由党とハウは傲慢と見られるようになっていた。1956年パイプライン議論について政府が 議論打ち切りにしようとしたとき、会員で大いに問題となった。1957年の総選挙で野党党首のジョン・ディーフェンベーカーからハウの行動と政策が問題とされた。ハウはその選挙区で厳しい挑戦を受けたが自由党の主要指導者としてよそで演説を行うことが期待された。この選挙でハウは落選し、ディーフェンベーカーが首相となり、 ほぼ22年間続いた自由党政権が終わった。ハウは民間事業に戻り、多くの会社の役員を引き受けた。ハウは1960年12月に心臓麻痺で突然死した。クラレンス・ディケーター・ハウは1886年1月15日にアメリカ合衆国マサチューセッツ州ウォルサムで生まれ育った。ハウ家は土地で認められた家であり、父のウィリアム・ハウは 地元の政治に関わっていた。政治的なことをしていない時は大工であり、家屋を作っていた。クラレンスの母はメアリーエマであり、教師であり、景気の良い農園主の娘だった。その農園でクラレンスは子供時代の夏を過ごした。クラレンスの学校の成績は良かった。1903年にウォルサム高校を卒業するときにマサチューセッツ工科大学の入学試験を受け、 これに合格すると基本コースを受講した後に技師として先行コースに進んだ。夏の間にボストン地下鉄の多くを建設した JB ウースター &CO で働いた。学生時代にジョージ・スウェイン教授のお気に入りとなった。1907年に卒業した後、スウェインがハウに女子の職を提供した。ハウはこれを受け入れたが若い技師として ボストン地域を離れて経歴を積むべきとも考えていた。それから間もなく、ノバスコシア州ハリファックスにあるダルハウジー大学から工学教授となる機会を提案された。スウェインはハウと仲間の義士ジェームズ・バーカーとの間でコイントスでその職を誰が受けるかを決めさせたという話が残っている。バーカーはその後反省でその話を否定し、その地位には興味がなく、 ハウが異常なくらい幸運だと喜んでいたので、バーカーとギャンブルするほど愚かだったとは思えないと言っていた。いずれにしても、ハウは将来の見通しが良くなってきた。1907年教皇が起きていたので、給油には職のないものが多かった。当時、ダルハウジー大学は小さな大学であり、学生数は400人ほど、教授陣は大変負担が重かった。 この時23歳のハウはその学生と対して年齢が変わらなかった。その分野では経験が少なくハリファックスから外に出た時は学生と共に問題を解くこともあった。ハウの見解ではどんな問題でも常識と賢明さで解決できるというものだった。ハウは学生を田園部に連れて行き、キャンプを行い、想像上の鉄道の測量を行い計画を作った。 学生の一人、デニス・スターズは後に、モントリウォール・エンジニアリング・カンパニーを率いていくことになるものであり、キャンプが終わる時までに、学生たちはハウを大いに尊敬するようになっていたと語っていた。学生の C.J. マッケンジーは、ハウは後に、カナダ政府の全国研究委員会の委員長に指名したものであるが、ハウは明晰な講師ではなかったが、そのプレゼンテーションが常に、 大変はっきりしたものだと言っていた。ハウは後に、大学の教育について、大学で働く者は働き続け、成功する技師になる。怠ける者は怠け続け、何も得られないと述べていた。さらに自身の仕事に加えて、ハリファックスでの社交生活においても、行動的な時間を見出し、学生の一人の姉妹との結婚も考えていたが、彼女は別の男性を思っていた。 ハリファックスでの1年後、植民地のダルハウジー大学や他の大学の上級生に対する工学の授業は別の工業系大学で行われることとなり、ハウはそちらには役割を持たなかった。ハウは後にダルハウジー大学が好きであり、この変更がなければ教授としてそこに泊まっていたであろうと語っていた。しかし1913年、ダルハウジー大学での元の仲間であり、 国物委員会の議長に指名されたばかりのロバート・マジルが国物エレベーターの建設を監督する責任のある議士長の職をハウに提案した。ハウはそれまでそのようなものを見たこともなかったがその職に就くことにしたと語った。同年カナダ人となることでハウはイギリス市民となった。オンタリオ・ポートアーサーのターミナルエレベーターカナダ国物委員会のために ハウが建設した1913年半ば、ハウは北西オンタリオに旅し、新しい職に就いた。委員会は、オンタリオ州のフォートウィリアムを本拠とし、カナダの小麦がそこで鉄道から船に積み替えられていた。委員会は穀物を加工し、保管することもできる一連の大型ターミナル、穀物エレベーターを建設しようと考えていた。そのプロジェクトは、能力と競争力を高めようとしていた。 穀物エレベーターの製造会社は高い費用を請求して農業関係者に避難されていた。この委員会のための最初のエレベーターは近くのポートワーサーで建てられ、カナダで建てられたものでは最良級のものかつ最安値クラスのものと主張された。その後の2年間でハウは西部に旅し、主要都市や港の近くでターミナルエレベーターの建設を監督した。 第一次世界大戦の間に農夫が生産量を増したので能力が必要とされた。1915年後半、ハウはマサチューセッツ州に戻り、マサチューセッツ工科大学の時に夏に働いた会社の社長の娘、アリス・ウースターと交際した。アリスはほとんど知らなかった男性から注目されたことに驚いた後で最後はハウを受け入れることとなり、 1916年半ばに二人は結婚した。同年、ハウは政府の職を辞任し、共同経営者と共に CD ハウカンパニーを起こして事業を始めた。当初の主要業態は穀物エレベーターを建設することだった。会社の本社と夫婦の家はどちらもポートアーサーにあった。ハウが最初に受けた契約はポートアーサーで穀物エレベーターを建設することだった。 1916年12月、暴風が吹いて、半分完成していた穀物エレベーターを破壊し、ハウのの資産をなくした。銀行が追加融資をしてくれなければ、破産していたことであろう。ハウが完成したエレベーターを注文主である、サスカチェワン穀物生育者協会に引き渡したとき、この契約でどれほど損をしたかを尋ねられ、ハウは、シャツをなくしたと答えた。 協会はハウの損失を補うボーナスを払ってくれた。その後の数年間、ハウの事業はエンジニアリングコンサルティング業に拡大し、さらに利益の出るゼネコンに成長した。サスカチェワンとアルバータの小麦業界がその建設工事の多くを発注してくれたので、その会社は西部で穀物エレベーターの建設を支配するようになった。このことは、 民間の小麦会社の間でハウを不人気にした。ハウの会社は1920年代に民間会社からターミナルエレベーターを受注しなかったが、それら小麦共同組合のおかげで他の建設会社が受注したよりも多くの注文を受けていた。ハウのエレベーターは後期が短く設計に優れ、競合他社よりも安く上げられた。ハウはその効率を上げるように努力し、 ハウが設計を助けたドミニオンハウ積み下ろしろし、装置は8分で穀物車を空にし、オペレーターは2人だけでよかった。同じ作業を以前の装置でやれば20人が1時間かけてやっていた。1920年代初期、ハウはポートアーサーの調整委員になってほしいという要請を何度か断った。1921年に教育委員に選ばれることに合意し、 最初の試みで当選した。その委員会で2年間任期を2期務め、最後の年は委員長になった。ハウ夫妻は結婚の初期に彼らの役割を分けることにしていた。妻のアリスは家事全体に責任があり、クラレンス・ハウは家庭生活に興味を持たなかった。5人の子供が生まれたが、留守がちな父親はその養育にはほとんど加われなかった。同様に、ハウの事業、 さらに後の公的役割に妻はほとんど関わらなかった。行政の経歴で遠古主義を示唆するような反対等の質問に答えて、私は公の場で私の家族のことを議論したくない。私の妻が政治のプラットフォームに登場することがないと気づくことだろうと答えた。1929年、会社はポートアーサーで能力700万ブッシェルという、 大きな穀物エレベーターを完成させた。しかし、世界恐慌によって、穀物産業には打撃となり、輸出用穀物の価格が下がり、需要も減った。穀物エレベーターにそれ以上の需要がなく、既存のエレベーターには、売れない穀物が保管され、さらには、価格が下がった。ハウの会社は、すでにもらっていた政府の契約で何とか生き残ったが、これらがなくなると175人いた。 従業員が1933年には5人にまで減った。1934年の最初の営業日、唯一残っていた共同経営者が会社を去った。ハウは裕福なものであり続けたが、その事業の見込みが立たず、別の仕事を求めることにした。1933年にはすでに自由党がハウを会議員候補として検討していた。自由党は当時野党だった。 当時の大衆は首相の R.B. ベネットとその保守党が世界強慌に対処するやり方を起こっており、1935年に予定される次の選挙で自由党が政権に復帰する可能性があると見られていた。ハウは事業をやる上で政治活動を行うのは良くないと考え、政治的な見解を公にしてはいなかった。自由党の役員で、 ハウの友人だったノーマン・プラット・ランバートが1934年1月20日に自由党の指導者で元首相のマッケンジー・キングとハウの会談を設定した。二人はお互いに良い印象を受けたが互いに次の行動者は相手だと考えた。ランバートの日記によればハウがポートアーサーから出馬するには閣僚の地位が保障されることを望んでいた。 ハウはアルゼンチンに向けた新しく巨大な穀物、搬送装置建設を提案することにも興味を抱いていた。この計画を検討しながら、マッケンジー・キングからの提案を待っている時の1934年、遅く、ハウはポートアーサーからの自由党候補者になることに合意した。自分が当選し、自由党が勝利した場合に、最後は閣僚の地位の約束を取り付けた。 ハウは、そのような約束がなければ出馬しなかったと考えられる。1935年10月14日の選挙では、ポートアーサー選挙区で、多数の3784票を集め、会議員に当選した。全国でも自由党は、会員の173議席を獲得したのに対し、保守党は40議席に止まり、自由党の対象になった。 マッケンジー・キングはハウを鉄道運河大臣と初代の海洋大臣として二つの地位に指名した。ハウは弁護士が圧倒的に多い閣僚の中で唯一の議士であり、自由党政権では初の議士だった。この時、カナダ総督がいなかったので、1935年10月23日、ハウやその他閣僚はカナダ最高裁判所長官で監督官を務めていた。 ライマンダフが先制を取り仕切った。エリザベス・ボーズ・ライアン・王太后号とその福君ジョージ6世に花束を贈る少女。右に立つのがマッケンジー・キング首相。左がハウ交通省、ポート・アーサー。1939年1936年初期に議会が召集された後、ハウは地方公安局を改革する法案を通そうとした。個々の港は、 公安コミッショナー委員会が運営しており、その委員の指名は政治的な影響を受けることが多かった。1932年の王立委員会はその地位の廃止を推奨しており、ハウの法案は全国公安委員会を設立することだった。会員の議論はスムーズに行っていたが、ベネット政権の時に保守党が汚職を行っていたと、ハウが宣言することで野党を怒らせてしまった。 さらに激しい議論が行われたが、ハウの法案が通った。レスリー・ロバーツのハウ電気によれば、この国がもっと良いものを知るようになるのはハウであり、暴れ狂うハウであり、批判を我慢できず、議論を非難し、議会に固有の遅れを非難するのがハウだったとなっている。ハウは政府の支配するカナディアンナショナル鉄道を健全な財政基盤に置くために動いた。 ハウは同社を国有企業にする法案を提案した。野党はハウが権力の強靭になっていると苦情を言ったが、提案された再編案にはほとんど喧嘩せず、議会を通過して法制化された。1936年6月、ハウはもう一つの国有企業であるカナダ放送協会を設立する法案を提出した。この法案もあまり議論も反対もなく通過して法となった。 1936年、カナダはまだ航空路線が発達していなかった。多くのカナダ人が飛行機で長距離を旅行したいと考えていたが、それはアメリカ合衆国の航空会社の路線によってだった。自由党は国有会社を設立する法案を提案し、株式の半分はカナディアンナショナル鉄道が、残り半分は民間のカナダ太平洋鉄道の所有だった。 カナダ太平洋鉄道がこの扱いに戸惑い、半分の株式はカナディアンナショナル鉄道が、すなわち全株式をカナディアンナショナル鉄道が取得することになった。1937年5月、トランスカナダ航空が設立され、その最初の飛行は1937年7月30日、危険性のある大陸横断試験飛行だった。ハウは他の政府交換とともに、 機上の人となり、危険な気象条件であっても操縦士を激励した。ハウの西霊機の残り期間を通じて、トランスカナダ航空を、その管轄範囲に残しており、自分の産物であり、害してその利益を加速させることを考えていた。自由党政権の5年間任期でほぼ4年間が終わる、時、百三十九年八月初旬に、マッケンジー・キングは選挙のことを考えて、 イギリスの首相ネビル・チェンバレンに国際関係の場で何かが起こりそうかを尋ねた。チェンバレンはドイツとポーランド国境の解決していない問題について警告した。イギリスは戦争になった場合にポーランドの独立を支援することを約束していた。マッケンジー・キングは選挙を行うまで待つことにした。9月1日、ドイツがポーランドに侵入した。 マッケンジー・キングは9月7日に議会を召集し、カナダはドイツに対して宣戦復告した。9月13日に議会を休会にする前に、軍事物資担当省を創設する法案を成立させた。この省が設立される数ヶ月の前のことだった。この中でハウは戦争購買委員会を監督した。ハウは事業の関係先の多くに、自分や政府機関に協力してくれるよう、 説得してまった。ロバーツは政治家の大臣もそのようなことをできなかったと言っている。ハウが集めてきたものの多くは保守党支持派だった。歴史家で著作家のマイケル・ブリスによれば政府の権限を創造的なものに使うことに興味を持つハウなど企業精神のある者にとって戦争は一種の究極の大規模プロジェクト食の大型開発だった。金は関係なく 生産が問題だった。と言っている。マッケンジー・キングは、野党党首のロバート・マニオンに、議会を再召集することなしに選挙を行うことは、ないと約束していた。1940年1月25日、マッケンジー・キングが議会を召集し、即座に議会を解散すると宣言し、マニオンの怒りを買った。それに続いた選挙では、ハウはほとんどを問題なく再選され、 自由党は184議席を獲得して、それまでの最大数となった。しかし、マニオンは落選した。選挙から2週間経って、ドイツがノルウェーとデンマークに侵入した。マッケンジー・キングはその日記で、選挙期間中に侵入が起こらなかったことに、安心したと知るし、ハウを軍事物資担当省に指名した。ハウは交通省の仕事を好んでいたので、移動するのに躊躇したが、 首相がハウを説得した。この新しい省の機能は戦争を支援するためにカナダの資源すべてを動員することだった。ハウは当初交通省の仕事も続けた。1940年7月8日、ハウはその仕事の責任をアーサー・カーディンに渡したが、カナダ放送協会とトランスカナダ航空の統制は続けた。ハウの部門はカナダ実業界のトップ経営者たち、いわゆる 1> 年1ドルの男たちに支援された。元々の会社が彼らの給与を払いながら、年間1ドルの給与で政府に貸し出された経営者たちだった。この部門が正式に作られる以前であっても、ハウの代理人が基本的戦争需要について国内を調査しており、その部門は間もなく巨大な戦略物資の保有量を築き上げていた。第二次世界大戦中。 ハウは28の国有企業を設立し、秘密のプロジェクトの管理から、カナダの産業の残りが創業を続けるために必要とする機械工具の製造まで、あらゆることを行っていた。これらの会社は議会に対して責任がなかったが、ハウ自身には責任があった。議会は、ハウが言わなければ、その活動について何も報告されなかった。 カナダの産業がイギリスの戦争遂行のために物資を供給するよう再編されたことにより、ハウはイギリスに行って注文書と事態を議論する必要があると判断した。1940年12月、ウェスタンプリンス号に乗って出発した。これはかなり危険な旅だった。ドイツがイギリスを封鎖しようとしており、北、大西洋には多くのドイツ潜水艦がいた。 それら潜水艦の一隻が12月14日にウェスタンプリンス号を沈めた。この時ハウは救命艇に移り8時間後に救助された。ハウの副艦であるゴードン・スコットは救命艇から救助船に登ろうとしている時に死んだ。ハウはこの出来事の間も冷静を装っていたが、後にマンチェスター・ガーディアンが見にその日から先は命を借りて生きたと常に考えたと告げていた。 ハウはイギリスの工場を回っている間に4発10爆撃機アブロランカスターを見せられ、その後カナダでそれを生産するようになった。ハウは帰国すると経営に問題を抱えていたナショナルスティールカーリミテッドの工場を取り上げ、国営企業としてビクトリーエアクラフトリミテッドを立ち上げ、それまでの経営者を排除し、ハウの年1ドルクラブの一人である。 JP ビッケルをその会社の社長をかつ取締役会議長に据えた。ビクトリーエアクラフトはその機運を取り戻し、ハウの大きな成功企業の一つとなり、ランカスターなどライセンスを受けてアブロ飛行機を生産し、旅客を運ぶ後継機であるアブロランカストリアンを開発した。戦後、この会社は売却され、アブロカナダ社の中核になった。1943年半ば、 マンハッタン計画地区の技師、ケネス・ニコルズ中佐が、カナダの会社エルドラド・ゴールド・マインズとコンソリデーテッド・マイニング・スメルティングとの契約についていくつかの問い合わせをしてきた。コンソリデーテッド・マイニング・スメルティングは、重水工場を建設しており、エルドラドは、ウラン鉱石を掘削し加工していた。ニコルズは、オタワにいたハウに電話をかけ、オタワ行の夜行列車を手配し、 翌日6月1日にはハウと会見した。ニコルズは到着した時にハウが軍事物資担当大臣であることに驚かされ、大変有効的であることが分かった。ハウはマンハッタイ発体計画について明かされ、ニコルズはエルドランドがその時国営企業であることを告げられた。ロバーツによればハウが1940年に始めたことは産業革命であり、 大変広いものだったので、カナダ人の多くは、カナダの経済に、どの程度影響があり浸透しているかを気づかない、ままだったと記していた。戦争の最初の3年間で、生産量は上がっていたが、大臣の努力が、本当に決実したのは1943年であり、連合国の中では、アメリカ、ソ連、イギリスに次いで、工業生産校では、第4位となっていた。 1944年までに戦争遂行のために600隻の船を建造し、1100機の飛行機を生産し、50万台以上の自動車とトラックのうち3万仙台が武装されたものだった。ロバーツによれば、ハウの行動がカナダの経済を農業基盤のものから工業基盤のものに変えさせ、その変化が高級的なものになったと記した。ハウは1943年に、 カナダがよそで製造できるものすべてを製造できることに疑いを抱くことはなくなるだろうと述べていた。100万がどうした ?1945 年にハウが戦争に使うと見込まれる予算に関する議論をしているときにハウはいかにこの額を減らすことができるかという野党の質問に対して私の栄誉ある友人がその額から100万ドルを減らすことができるかもしれないが 戦費法案からの100万ドルが大変重要な事項にはならないと答えた。サスカチェワンの通り伊党議員ジョン・ディーフェンベーカーが翌日、ハウは我々は100万ドルを節減できるかもしれないが、それがどうしたというのだと言ったと語った。ハウはその引用に怒って否定し、ディーフェンベーカーのことを歪曲の達人と非難したが、その言葉は 議会で不適切だと取り消しを強いられた。ディーフェンベーカーはその後この話をさらに鋭いものに変えていき、最後はハウが、100万がどうしたと言ったことになった。ハウが、そのような発言をしていないことを知っていた自由党員ですら、ハウが言った可能性がある言葉だと合意するようになった。その後の時代に、100万がどうしたという言葉は自由党を攻撃する場で使われ、 特にハウに向けられることが多かった。1942年、カナダはアメリカやイギリスと共に合同生産資源委員会への加入を要請され、その委員となった。ハウはカナダの首席実行委員となった。マッケンジー・キングの時代1944年10月、マッケンジー・キングはハウを再建大臣に指名した。ハウはカナダの経済を変革させたことで、 ソ連においてですら優れた評判があり、マッケンジー・キングはハウが新たな成功をつかむために民間事業に戻るようなことを恐れていた。ハウに泊まるよう進めた者には、司法大臣のルイ・サン・ローランがおり、ハウと強力な関係を築いていた。マッケンジー・キングは1945年4月に議会を解散させた。その後の選挙では、自由党が保守党やその他政党に対して、 ギリギリの過半数を得た。ハウは自由党の資金集めに強く関わり、党の候補者のために全国を遊説した。自分の選挙区であるポートアーサーでは半数を超えたところで再選され、共同連邦党候補者を遥かに引き離していた。マッケンジー・キング自身はそのサスカチェワン選挙区で落選したが、数ヶ月のうちにオンタリオ州で行われた補欠選挙で復活した。 この時首相は70歳を超えており、疲れていた。ハウはできるだけ早く平時経済に移行することを好んだ。不足していない製造業の大半は1945年遅くに政府の支配を離れた。労働者の指導者は失業を恐れ、戦時の政府工場の生産を続けることを望んだ。ハウはそのような提案に反対した。リサーチエンタープライズリミテッドから解雇された。 労働組合員がゴルフ場でハウと出会ったとき、ハウはリサーチエンタープライズリミテッドは戦時の工場だった。戦争が終わり、工場の役目は終わっている。あなたの組合は、あなたの組合に起こることはあなたにかかっている。ゴルフ場から出ていくんだと言った。ハウは不要になった政府の資産を処分するときに、クラとハーネスが、 某は戦争終結以来貯蔵されているのを見つけ、人がその衛兵に雇われて40年間以上それを磨き続けていたことが分かった。ハウはそのような過去の遺物を排除しようと努めた。しかし、経済統制を解除するのが鈍かった。ロバーツによれば、彼は国の経済力を民間に戻そうとしたが、彼は議会に従属していたので、それまでの先制的権力を渡すのを渋っているように、 見られたとなっていた。1945年11月、ハウの戦時部局を統合して新しく再建供給省を結成し責任を持つことになった。ハウは技術的に進んだ産業を支持することに決め、カナダが戦後も飛行機を生産し続けないという理由を見出さず続けさせた。エアクラフトプロダクションの社長であり、ラルフベルはハウに同意せず、カナダには飛行機用、 エンジンメーカーがないことと、製造工場と熟練した労働者がいるにもかかわらず、その製品を売ることができるという保証がないと主張した。それでもハウは、飛行機製造を事業として続ける手段を選び、イギリスのホーカーシドレーグループが、ビクトリーエアクラフトを AV ローカナダとして肩代わりすることを認めた。一方、カナディアはアメリカを本拠にするエレクトリックボート社に売却された。戦後、 マッケンジー・キングはイギリス政府から著名なカナダ人をイギリスの数密顧問官に指名するよう求められ、それらの者にライト・オナラブルの肩書きを与えるものとした。マッケンジー・キングは二人の閣僚を推薦したが、ハウではなかった。1946年新年にこの栄誉が公表された後、ハウはマッケンジー・キングとの会見を要求し、 ハウの戦中の奉仕が軽視されているので辞任したいと脅した。マッケンジー・キングはハウを落ち着かせ、6月にハウが数密顧問官になる手配をした。このことで他の閣僚の間にさらに不信感を生むこととなり、1947年の新年にはさらに二人が顧問官になった。その後、マッケンジー・キングは新たな推薦を検討しないとした。 1947年2月、マッケンジー・キングは肺炎を患い、それから回復した後にはアメリカで1ヶ月間休暇を過ごし、その間、当時は外務大臣だったサン・ローランを首相代行に指名していた。7月、国防大臣のブルック・クラックストンが、マッケンジー・キングに首相の年齢とその後継者が決まっていないという、問題は自由党に。 政治的な困難さを生じさせていると警告した。マッケンジー・キングはハウと相談し、この対話の後、マッケンジー・キングは1年以内に退陣すべきだと判断し、サンローランを後継者とすべきと決めた。サンローランは内閣を去りケベックの故郷に帰ると脅していたばかりだった。ハウはサンローランに辞任しないよう説得した者たちの中に入っていた。さらに、 サンローランを支援するために内閣に残ると言って、サンローランが党首になるよう説得もした。サンローラン政権1948年1月20日、マッケンジー・キングが G を表明した。同時に内閣改造も表明した。サンローランもハウもマッケンジー・キングに再建供給省の仕事を楽しんではいない。ハウの移動を推薦した。マッケンジー・キングが最終的にで、 国際貿易通商省のジェームズ・アンガス・マッキノンの代わりにハウを据えた。マッキノンは漁業省になった。ハウは首相になるには都合が悪いのであり、サンローランをお支持すると公に表明した。8月にサンローランが自由党首に選定され、最後は11月15日にマッケンジー・キングが辞任した。この時サンローランは66歳であり、 マッケンジー・キングより7歳若いだけだったが、それでも新風が吹いたと見られた。ただし閣議は例外であり、マッケンジー・キングが禁じていた喫煙を認めた。1948年10月、新保保守党も新しい党首としてオンタリオ州首相ジョージ・エイ・ドルーを選んだ。ドルーはフランス系の強いその選挙区で3回連続で当選し、それが常に保守党の弱いケベック州だったので、 全国レベルでもその成功を続けられると期待されていた。ドルーは党首選挙でもディーフェンベーカーを破った。サンドオーランは1949年6月に総選挙を行い、ハウは再度企業の後援者から資金集めに成功した。カナダ太平洋鉄道からイートンまで大企業が自由党の選挙運動資金を寄付した。 選挙の結果は自由党が190議席を獲得し、保守党の40議席に対して代償となった。ハウは再度、ポートアーサーで落勝した。ドルーは、ハウの記録を選挙の問題として使い、ハウが権力の強人であり、国有企業を叩き打ったと非難したが、その言い分はあまり効果を得られなかった。ハウによれば、ドルーの攻撃の結果は、私に、ポートアーサーで、 記録的な多数の支持を与えただけだったと述べていた。1950年初期、サンローランはハウのカナダ総督指名を推薦することを検討した。カナダ総督は常にイギリスの貴族が就任してきていた。多くの国粋主義者がカナダ人にその地位を得させることを望んだ。サンローランも彼らと同じ考えだった。当時の総督アレクサンダー施策は1953年までに 引退する予定であり、その時、ハウは68歳になるはずだった。サンドーランは、その友人かつ、仲間が、正解から退いて静かな生活に入る潮時だと、見ていた。ハウは、進んでその地位に着きたかったが、アレクサンダーが、イギリスの閣僚に指名されて、予想以上に早くその地位が空いた。ハウは、大臣としての活動をまだ続けると決めた。また実験に変えて、 総督という名目上の権力を取ることに躊躇してもいた。サンローランはカナダ生まれのビンセント・マッシーの指名を推薦し、国王ジョージ6世位がそのまま指名した。マッケンジー・キングは1950年に死んだが、その時までにカナダは再度朝鮮戦争に参戦することになっていた。サンローランと外務省のレスター・ビー・ピアソンは、前首相の葬儀から戻る列車の中で、 軍隊の移動の計画を立て始めた。ハウは、その戦争を間違った場所での間違った戦争と見ており、カナダ軍を派遣するべきではないと考えた。それでも1950年の夏はそのデスクで過ごし、公共となった経済を政府が支配する計画を作った。1950年9月、ハウは民間の鉄鋼を軍用に使うなど、気象資源を配分し直す法案を作った。 この法案は成立したが、その後野党がハウは権力に対して巨大な食欲を持っていると非難してきた。その年の後期で政府は大がかりな再武総計画を決定した。政府の購買を担当した国営企業カナディアンコマーシャルコーポレーションがその任務に不適と思われ、政府は購買を担当する新しい賞を作ることにした。1951年2月、 サンローランが防衛生産省を創設する法案を提案し、その過程でハウがその担当省になると公表した。その防衛生産法に野党が反発し、ハウが望む権限を正当化するような緊急性がないと主張した。ロバーツによれば、ハウは自分に全権限を得て、緊急の仕事を行うためにあらゆる人とあらゆるものに対する、 運営権を得ることで再武装を実行しようとした。自由党が絶対多数を確保していることで裏付けられ、この法案が成立し、1951年4月1日に防衛制参省が設立された。1950年代の初期はカナダの繁栄の時代だった。ほとんどの年で政府予算は入庁になった。1951年、政府は70歳から受け取ることのできる高齢者。 年金制度を導入した。失業率は小さく、失業保険基金は黒字であり、漁業者のような季節労働者までそれがカバーできた。産業欄の閣僚に対する監督はその人気はじめに最小であり、さらに時の進行とともに減少した。野党は勢力が小さく、大臣は思う通りに行動した。1951年、ブリティッシュコロンビア州トーリー党議員。 ハワード・グリーンから、ハウが民衆がやらせるならば、関税を終わらせるつもりがあると非難されたとき、ハウは、誰が我々を止めるだろうあまり深刻に考えない方がよい。我々がそれをなくすことを望むならば、誰が我々を止めるだろうと答えた。カナダ空軍用の初のジェット戦闘機 CF-100 カナックの生産に、アブロカナダが成功したにもかかわらず、 航空機の開発は時間ばかり使って費用がかかりすぎることが分かってきた。計画されていた次世代航空機はカナダで初の超音速ジェット迎撃機アブロカナダ CF-105 だったが財政的には着手を躊躇するような計画であり技術的な飛躍も大きかった。ハウは1952年に防衛省のクラクストンに当てて文章を書き 私は防衛生産の経験において、初めて驚愕を覚えていると記した。1953年初期、政府はその立法計画の残りを実行するために、時間を割いた。サン欄ーランは6月2日に予定される、エリザベス女王の戴冠式まで選挙を行うことを望まず、最終的に8月10日に決まった。ドルーは有権者に対して大変多くの約束を行い、 その年初期に発覚した防衛省のスキャンダルに乗じようとしたが自由党が深刻に影響されることはなかった。自由党は1949年の最多獲得議席からは20議席を減らしたが依然として会員のほぼ3分の2を占めており閣僚はすべて再選された。ハウもポートアーサーで容易に再選された。パイプライン論争トランスカナダパイプライン1954年から ハウはアルバータ州の天然ガスを市場に送るパイプラインの計画を作った。アメリカ合衆国に直接送るパイプラインを建設するアメリカが後ろ盾になった提案があった。ハウはトロントとモントリオールにガスを供給できる五大湖の北を通るルートを望んだ。二つの競合する企業グループが競い合ったがハウに承認を与える権限があった。ハウは自分の望むルートに 両グループを共同して当たるように仕向けた。1955年3月、サン・ローランが防衛生産省を高級的な省にする法案を提案した。このことで担当大臣の権限を非常に大きく拡大することも意味した。内閣はハウト野党が新たな危害を及ぼすような対立をすることを恐れ、サン・ローランがこの法案成立を推進することに合意したが、 その討論の初日に、うつ病になりかかっていたサンローランが欠席した。保守党のフロントベンチャーであるドナルド・フレミングが、防衛政三省の延命を図ることはその大臣を、事実上経済の先制者にすることだと批判した。サンローランが欠席したままで、ハウはこの法案の推進を行い、その電気作者、ロバート・ボスウェルとウィリアム・キルバーンによれば、この法案とハウのそれを守る方法が、 反対党にとって神の恵みになることを全く認識していなかったと記している。ハウがアブロアローのプロジェクトに言及し、3000万ドルをかけようとしていると述べたときに、それがハウに振動を与え、野党の100万がどうしたのやじの嵐になった。保守党は社会信用党の支持を得ており、一方政府はこの問題について共同連邦党の支持を得ていた。ハウは、 オーストラリアとニュージーランドに行く政府の長い旅行に邪魔され、この議論は年の半ばまで伸びた。7月初旬、ハウはサンローランと財務省のウォルター・ハリスに自分のいないまも立場を変えないよう頼んだ後で長い週末に街を離れた。ただしハリスにはうまくいくように合わせる権限を与えていた。サンローランはハウに知らせずにドルーと接触し、 大臣の権限は更新されない限り1950年に消失することで合意した。修正された法案がハウのいない会員で通過し、ハウが戻ってきた時に彼の背後で取引したことでハリスを激しく非難した。しかし、それが首相の決断だったことを知らされると、それを受け入れた。ハウはそれ以前に大臣の権限を3年間延長することで、 合意しようという野党の提案を却下していた。それは3年で議会に戻ってくることを意味しており、議会を喜ばせるよりも、私の時間を使ってすることがあると言っていた。権限は1959年に消失することで認められたが、その時までにハウは辞任することになった。パイプライン計画は税制的な問題で暗証に乗り上げた。パイプライン会社は政府が トランスカナダバイプラインと呼ばれることになるものを建設するために必要な資金借り入れを政府が保障してくれることを望んだが内閣は多額の政府の金をアメリカが支配する会社に与えることについて政治的な意味合いを恐れてこれを拒否したハウはこの判断を苦々しく思い子供の手の中に落ちてしまった政府に属していることに不平を言ったその解決案を ハウの副大臣、ミッチェル・シャープが提案した。政府とオンタリオ州がパイプラインの中でオンタリオ北部の最も費用のかかる部分を建設し、一旦完成すればトランスカナダがその資金を償還するということだった。これが両政府に了承された。しかし1956年までにさらなる難しい問題が起こった。アメリカ合衆国政府が アメリカのパイプラインに接続する部分に正式な承認を与えるまでトランスカナダはその部分の建設のための資金を上げられないということだった。その承認は提携業務と考えられたが、それが遅れることは1957年春までパイプラインの建設を始められないということを意味していた。 ハウはパイプラインを送らせてはならないと判断し、政府がパイプライン会社に先行資金を与えることで1956年の建設を可能にすることを提案した。ハウは熱心に内閣の閣僚たちに懇願し、彼らはその提案に合意し、議論を終わらせるために滅多に使われない議論打ち切りを、会員では1932年以来議論打ち切りが使われたことはなかった。 この問題は2年以内に迫っている、次の選挙に関して、保守党と共同連邦党双方に関心があった。それはハウを傲慢な先制者に見せることが可能となり、パイプライン計画にアメリカが関わることを嫌う有権者に訴えるものがあった。この法案が1905年。ボスウェルとキルバーンは、パイプライン論争を始めた時のハウの演説を、おそらく彼の政歴の中で最良のものと言っている。 ハウは一年待つことが資料の足りないことだと言い,い、世界で構成パイプが不足していること、カナダ西部でその時は封じられている天然ガス移動を持っている人々に対して不公平であることを伝えた。ハウは会員にこれが大きなプロジェクトであると考えること、真に国家的な大きさであり、今始めるか、時が来るのを待って惨めな思いをするしかないと語った。 ハウは翌日に政府が議論打ち切りを行うつもりだと付け加えてその演説を締めくくった。社会信用党はその多くがアルバータ州出身の議員でありこの法案を支持したが保守党と共同連邦党は何週間もの激しい論争と議会の捜査に関わっていた。これが保守党の言う暗黒の金曜日6月1日に下院議長ルネボードインが前夜に 最終期限を過ぎても野党に議論を続けさせるとしていた判断を覆すことになった。野党は議長が政府の圧力に屈していると非難した。法案は最終期限までに成立し、パイプライン建設が即座に始められた。ハウは私はこのタイミングで総選挙に出たいとは思わない。幸運にもその必要がないと記していた。 1956年半ば、ドルーが病気になり、間もなく、保守党首を辞任した。保守党首を選ぶ、党大会が、ドルーの後任に、ィーフェンベーカーを選んだことで、自由党の中には喜ぶ者もいた。ディーフェンベーカーは、保守党内でも長く、異端的であり、東部カナダではあまり知られておらず、多くの者は、選挙に強くないと見ていた。 アロー計画について、防衛省のクラクストンとカナダ空軍が固い支持者であり続けたが、その費用は上がり続け、内閣の防衛委員会は、アロー計画の取りやめを提案し、その判断は来る総選挙後に行うこととし、それをハウが支持した。1957年選挙1957年、総選挙の予定が6月10日と告示された後、 ハウは自由党が野党をしのげるだけの資金を集めることができた。カナダ西部出身の自由党閣僚は少なかったので、ハウはその地域でも応援を求められた。マニトバ農業者同盟が自由党に対する反対を組織していることが分かった。ある集会では全く発言を封じられることもあった。別の集会では、聴衆と公開された論争になった。5月19日、マニトバ州モリスでは、 自分の党が集会を開いた時に発言を求めた者に彼が望む全ての質問に答えられると告げた。その男、ブルース・マッケンジーは地元自由党協会の長だと分かった。ハウが去っていく時に別の者がハウになぜその質問に答えなかったかを尋ねた。ハウはここを見てくれ、私の良き友よ。選挙の時にあなたは支持する政党のために行って投票するのでは。 ないかね。実際にあなたは出ていくだけかね。と答えた。数日後の別の集会では、農夫の経済的苦境について彼がなぜ問題にしないかを尋ねられた。ハウは、自由党政権下ではあなた方がよく食べていられるように見えると答え、質問者を中央に突き出した。ディーフェンベーカーは、選挙運動の主要テーマに、パイプライン論争を使い、他の問題よりも多く取り上げた。 バンクーバーでは1935年以来となる大群衆を前にして私はカナダ人にこれを保証しよう。政府は人民の重牧であり主人ではない。自由党の道はそれを止めなければハウが誰が我々を止められるといったように事実上議会政府の消失につながることになる。あなたたちは携帯を持っているが実態はなくなると語った。 ハウは地元選挙区で共同連邦党候補者で地元高校教師であるダグ・フィッシャーからの挑戦を受けた。フィッシャーの選挙運動は資金の裏付けがあり、党、組合、さらにハウが長年作ってきた多くの会社の敵からの支援もあった。フィッシャーは地元テレビ局の重要な時間を買うことができており、ハウの方は当初テレビに出る予定がなかった。ポートアーサーの有権者は毎晩テレビで、 フィッシャーを見て、その見解でなぜ自由党が悪くなっているかを説明し、事態を是正するために自党が何を提案するかを説明するのを聞いた。ハウは大変だったプレイリーのツアーの残りがキャンセルされた、後で選挙区に呼び戻され、フィッシャーのアピールが自由党との間に配信を生んでいることが分かった。ハウは選挙の直前にテレビの時間を得て、ボスウェルとキルボーンによれば、 疲れて不快な老人が、この2ヶ月間テレビで見てきた気持ちの良い若者が、共産主義者ではないとしても、共産主義者と付き合いがあると告げるのを、視聴者に見せることになった。誰も、彼の言うことを信じなかったと記している。フィッシャーは1000秒以上の差をつけて、ハウを破った。ハウは、敗北を認め、テレビ局で、フィッシャーと握手し、長くハウの称賛者だった、フィッシャーの母には、彼には、 多くのしなければならないことがあると保証した。ハウの落選は自由党がまだ過労じて選挙をリードしている時に結果が出てきた。保守党が前進して112議席を占め、105議席の自由党を逆転した。サンローランはディーフェンベーカーと保守党が会員で彼を破るまでその地位に止まっていることができたが、そうしないことを選び、ハウも同調した。 自由党は1957年6月21日にその職を離れた。1935年にマッケンジー・キングと共に就任したものの中でハウが唯一その時まで残っていたものだった。ハウは落選後にオタワに戻り、その事務所を片付け、そこの家屋も売却してモントリオールに移転した。リーフェンベーカーの新政権について、私はこの新しい集まりを とても信用はしないと語っていた。ハウは、政界から完全に引退することにしたが、サンローランが、その支援を続けるよう求め、党のことならばできる限り助けるつもりだと答えた。9月に、サンローランが引退を発表すると、ハウはサンローランに当てて、党の若者が、党の再編と再建に取りかかる必要がある。おそらくそれに早く取りかかれば、より良いものになると記した。 ハウは公職にはつかなかったが、私的には、元外務省のピアソンが党首選に出た時は指示し、1958年1月にピアソンが党首になった。ハウはピアソンに選挙を起こすような行動を取らない方が良いと忠告した。ピアソンはハウの言うことを気に留めず、議会が始めるや、否やディーフェンベーカーに挑戦した。1958年3月31日に、 行われた総選挙は進歩保守党の記録的な勝利となり自由党は48議席まで後退した。ハウはこの選挙運動に関わらず妻のアリスと共に長期休暇を取ってヨーロッパに行っていた。ハウが帰国すると壊滅状態の自由党を再建するためにできることを尽くし資金を集め党内の派閥融合を求めた。新しく権力を得た保守党が その長い敵に近づくものを不快に思う恐れがあったので、いくらかためらいがあったが、多くの企業はハウに接近してその取締役会で務めることを求めるようになった。保守党政権に対して率直に発言してはいたが、ディーフェンベーカー内閣が1959年2月にアブロ・アロー計画を取り消した時には、その批判に加わらなかった。1958年、ハウは、 ダルハウジー大学の総長になった。ハウが大学の財政状況を調べると、1958年の教授の給与が自分がそこで働いた時よりも実質的に低いことが分かった。ハウは給与の引き上げを奨励し、一級の学者が大学に魅力を感じるよう改善策を作った。他の大学からも多くの名誉学位を受けた。ハウは以前から心臓の状態が悪く、 友人がモントリオールで開催されないすべての委員会を諦めるよう進めた。ハウがこの忠告に従って行動する前に心臓発作を起こし、1960年12月31日に自宅で死んだ。オタワにある CD ハウビル、カナダ産業省が入っているディーフェンベーカー首相はハウの不法に接して我々は大きな相違点があることが多かったが、 我々の個人的な関係は常に友好的なままだった。彼はその大きな能力、不屈の勇気とエネルギーをこの国のために、カナダの戦争遂行歴史において大きな地位を与え確保するような方法で与えた。と語った。野党党首のピアソンは、彼はいかなる義務も逃れず、いかなる任務にもたじろがず、いかなる障害にもくじかれなかった。彼は物事をやらせ、それは、 彼が長く使える国にとって良いことだった。と述べた。ハウの慰霊式には敵も友人も集まった。モントリオールのクライストチャーチ大聖堂で友人や仲間が送った長寿の中でハウが生まれはアメリカ人だがカナダ人であることを選んだと誇らしげに言うことが多かったというのは注目された。ハウの死後 CD ハウ記念財団がその記憶のために創設された。 カナダの経済政策シンクタンクである CD ハウ研究所は一時期この記念財団と関わりがあった。カナディアン航空宇宙研究所は企画政策立案分野での業績、またその分野の全体的指導力に対して CD ハウ賞を創設した。1976年、ハウは国内航空会社を作り、航空産業を作り持続的に発展させた功績に対し、 カナダ航空の殿堂入りを認められた。オタワのバンク通りとスパークス通りの角にある CD ハウビルはカナダ産業省が入っており、ハウにちなんで名付けられた。オンラインソース。ありがとうございます。